はいどうも、アイリスラーメンの山口です。今回は書籍版リゼロから始める異世界生活短編集6のサンバカが行く呪われた女神像編の感想考察動画になります。ネタバレを含みますのでご注意ください。ではやっていきます。短編集6では隠れ里の鬼姉妹、祝福の日、サンバカが行く呪われた女神像編、魔女のアフターティーパーティー、魔女の条件の3本立てになっていました。サンバカが行く呪われた女神像編は132ページもあり、この3本の中で一番ページ数が多かったです。短編集の表紙はエキドナで、エキドナの話が少ないと思いましたが、呪いの女神像のモデルはエキドナらしく、この話にも関わっていたので、エキドナが表紙なのに納得しました。誰がこの呪いの女神像を作ったのでしょうか。ロズワールが壊したことを考えると、エキドナ本人ではなさそうです。そして今回の話は、ラムが風邪をひいてしまい、応戦にも影響のある社交パーティーに行けなくなってしまい、女装したスバルとオットーとガーフィールがラムの代わりに社交パーティーに行って事件に巻き込まれ解決するという流れでした。女装したスバルは過去に何度か登場した夏美シュバルツ、女装したオットーはオードリー・スフレ、女装したガーフィールはガーネット・チュラム、3人とも自分の名前をもじって女性の名前にしています。そしてオードリーとガーネットがめちゃくちゃ可愛い。オットーはラムに化粧をしてもらい、ガーフィールはフレデリカとペトラ、主にペトラが気合を入れて化粧していたらしいです。そしてスバルは自分で化粧をしています。僕的にフレデリカ2のガーネットが一番可愛いなと思いました。皆さんは夏美シュバルツ、オードリースフレ、ガーネットチュラム、誰が一番可愛いでしょうか。ぜひコメント書いてください。そして便利アイテムのミーティアも登場しました。今回登場したミーティアは持った対象の魔法属性、それに適した色に変わる宝珠でした。確かに適正魔法がすぐにわかるというところで、かなり便利なアイテムだと思います。今後本編でミーティアの謎についても明かされるといいなと思いました。サンバカが行く呪われた女神像編は、本格派ミステリー小説のようにオットーの推理がとても面白かったです。ぜひ皆さんも書籍版リゼロから始める異世界生活短編集6、エキドナが表紙のこの書籍版、ぜひ買ってみてください。それでは簡単ではありますが感想考察動画でした。ご視聴ありがとうございました。